こんにちは。こんにちは。今日はお証しということでお話しさせていただきたいと思います。Today I'd like to share my testimony. で、前回のメッセージでお話したんですが、岩泉の台風の被害で、盛岡市が募集しているボランティアに参加したので、その時の写真とかを紹介しながら、お話したいと思います。Last time in my message, I told you about how I joined this volunteer group team sent from Morioka to Iwaizumi town, that's where this great huge typhoon came and attacked the people there. そうですね。はい。じゃあなんか。ちょっと字が小さくて見づらいかもわかりませんが。ちょっと大きくなる。違う So Iwaizumi town is located to the east side of Morioka.でこの、East from Morioka. この早坂というところが分水嶺になって、ここから東側の川、東側に岩泉の方に流れる川があって、ここから西側には盛岡の方に流れる川があります。 So there is a 早坂 tunnel and there's a river divided there into towards Morioka and toward Iwaizumi.で国道が盛岡からこれ450号線でこう行ってるんですが、で345号線がこうこっちに走ってますが、で大体この道沿いというか川沿いに道があるので、まあ道と川と同じと考えてる。でこの右下のこの辺りですね、この辺がたくさんの方が亡くなられた辺り。This area is the one that, where people, many people were attacked and killed by this flooding that's caused by the typhoon. で盛岡市ボランティアはですね、盛岡のあちこち他の自治体と分担しているようで、盛岡はこの小川地区というこの辺りをに入っているそうです。So each different cities sending people in different areas, and Morioka is in charge of this place area called Kogawa. で私がたまたま参加したのはこの黄色い丸があるこのところですね。でこれは朝の集合した風景です。これは途中でトイレ休憩をする風に、でバスこの時はマイクロバス4台ですが、今は国体でマイクロバスがそちらの方に出向いてるんで、観光バスを1台借りてるみたいです。So one time four buses got together, but now we have this national sports festival being held in Iwate, so now we can have only
one big bus. これは帰りのトイレ休憩。This is on the way home. Stopping back. わかりますかこれ。でこれは岩泉側に入ったところで途中でバスから撮ったんですが、これがあのストリートビューで以前の写真ですね。So this is the, street view before the flood came. 岩泉側に入るとあちこちでこう被害が見れる。So when you enter Iwaizumi town, then you see all these.これは向こうの方に土砂崩れが。これ以前の写真ですね。これ以前ですね。田んぼに土砂が。でこうして岩泉側が急に被害を受けているのはやっぱり山がですね全部水を受けてくれて森岡側を守ってくれたみたいな形になっていて、The reason why only Iwaizumi town was hit, being hit this way is because of the mountain, like keeping, the water, all the, flooding water to come to Morioka.これ田んぼですか？これ田んぼの、土砂。これが小川地区の中心地区ですが、This is the, Kogawa area, central Kogawa. でこの真ん中の小さな橋にですね流木が詰まってダムのようになって川がせき止められて水がこう両側にあふれてその周辺部が被害を受けたということです。この橋とこの橋の間、この辺りが、まあ、ひどいんですが、これが中学校。これが小学校。これが小学校のところですけども、ここにブランコがあるんですが、この際までこう崩れちゃって。これは大体被害を受けた地域の上から見てる。これはさっきの下の端から上側を見たところで、これ以前の写真です。これ現在。こういう感じですね。で、大体こう土はこういうふうに一輪車で運んでこういうところに積み上げる土のうとか。でこれを機械で、トラックに積んでどこへ走る。これは休憩時間に、まあ、写真を休憩時間に作ってるので、岩手県立大の人、ボランティアの人もいます。小さい橋ですか？大きい橋です。これは中学校のグラウンドです。土が乾いてもう割れちゃってるんですね。After the flood came and it's dried up and cracking, the ground is cracking. And this
れが以前の写真で、あ、これが以前の写真で、これが現在です。家の中はあの襖の上ここまで水が来たと思うんですよ。岩は本当だ。襖だあれ。扇風機だから。いや津波みたいですね。ね、本当だよ。ものすごい。これはあの給水車ですけど、盛岡市の水道局とかが、これは宮城県のナンバーです。削り取られてるから車が入れない。で、土が乾くとこういうのが出てくる。これ屋敷の中ですね。床の下です。床の下ね。これあの土を全部取っちゃった後はこう石灰ラインに針を巻いて消毒してるわけだ。ここまであの水が来たらなんか本当だ家の人があの家の人は避難して助かってるんですが、1メートル30センチぐらい床上からあるそうです。すごいね。すごいね、洪水だった。これ床下ですね。ちょっと見にくいですけど、床下。粘土っぽいのが30センチか40センチぐらい積もってる。水が入ってるのを見るけど、泥ですね。これもかなり乗っけたところですけど、この辺がまだあの泥が残ってますね。ちょっと割れた感じ。これ台所なんですけど、ね、これ流し。はいはいはい。簡単でないね。で終わったらこうやって道具を洗うんですよ。洗ってるわけですか。川があるからなんか助かるね。もう一軒はこれはあの国道沿いなんですよ。農家の方です。これは川、この川が溢れてここへ来た。綺麗な場所。これ牛舎の中です。で暗かったんで電気が全然ついてなかったんで、この投光器ってですね、ライト。牛なんかどうなったんですかね。いや牛はあのもうやめていなかったです。だいぶ前にやめたらそうです、ね。でこういう溝のところも水を流さないといけないんで、これ農家の人が自分で
こういう機械を使って自分で、ね、so、でそこにはボランティアがここに土を入れるという、でダンプカーに積んで行うと。これも中のこのコロナを農家の人が自分で積んでいる。でここまではボランティアが運んで、ゴミを運んでいく場所あるんですかね。なんか近くになんか農家の自分の草地みたいなそこへ、ね、ね、そこへ積み上げて、それぞれ持っている。今休んでいると、ね、猫がいたので、うん、これは、この橋がダムになって、this area, this bridge was destroyed. 橋がダムになったんだ。これがその橋ですけども、こんな感じですね。木が詰まってね、流れなくなった。そうですね。それがせき止めて、周りから溢れて、まあ、上流部分もずっと溢れていく。その水の量が半端でないで、ここの薪をちょっと積んであるんですが、これが、これ以前の写真ですけど、これ川面からこれだけの高さあるんですけども、ここまで水が来たと。これ全部なるほどね。すごいね、薪がしっかりしてるね。これ現在で以前のものですね、まあ、これこの上は多分また削り取られてるわけだ。土が流されて多分こうやって。いや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 、すごいね。あれが取られちゃったんだ。そんなに勢いがあるのかね。石垣がないんだ。でこの家は、あ、この家に入ったんですが、うん、おじいさんが一人暮らし で、で体がご不自由な方 で、 で階段をこう這い上がって2階に行って避難して助かってきました。すごいね。マーチクは亡くなった方はいらっしゃらない、うん、ちょっとそれは聞いてない、多分ない、うん、まあ、みんな頑張って、うん、これはの倉庫みたいなところにこう除雪機があって、うん、その周りに土がいっぱい、うん、でこのお宅は取り壊す予定だそうなんですが、うん、ただいろんなものを持ち出して、捨てるにしても分別しないといけないんで、このまま で土を、まあ、持ってきて、でこうやってなんとか出した。昨日安倍総理大臣が岩手来ましたよね、岩泉ね。あ、昨日ね、うん、2、3人でこれこの作業をするのに、2、3人で30分から1時間ぐらいかかる。うん、じゃあ簡単でしょう。休憩時間なんですけど、この人なんかよく見たら群馬県ボランティアサークルとか群馬県、なんか向こうから来れてる。すごいね。僕女の子でしょ。そうですね。ねえ。いい状況ですね。いや、気が遠くなりそうなの。これは取り壊そうとする。そう、取り壊しとしても予定だそうですね。これはね、なので土はまあね、出さなくていい、まあ、楽といったらいいんですけど、うん、ただいろんなものを外に出して分別しないといけないんで、そのために土を抜けない。でこれは食器棚とか食器を出すために土を掘って開けて出したと。そんなに土が流れてきたんですか。そうですね、山からじゃないでしょ。川のね。すごいね、土の量が。水が来たっていうなら分かる。土が来た、あらゆるものを捨てると思う。あらゆるもの、これはすぐ近くに米の乾燥機だったんですが、ここまで水が来て、
して使えない、乾燥機もあるんだ、ごめんなさい変なのか見てて、すごい、これそれそれそれを閉じる、これはすごいパノラマ写真、このお宅も多分土台が、の土が流されて固まったんだ。今まで岩手に何回も何回もこういう台風が来てるのに、今回だけこんなになっちゃったってのは、やっぱりその堤防になっちゃったおかげですかね。でしょうかね。それだけ、まあ、水の量も多かった。多かった。あのなんかこの前テレビの番組では、川の縁の木が全部削られて、うん、倒れて、うん、流れてきて、流れてきてね、詰まって、雨がすごいとは言ってたもん、ね、that, trees along the river were all, washed away. で、あの津波だよね、本当にボランティアのある人が言ってたんですけど、洪水と津波と、まあ、違うのは、津波は泥をパッと運んできて引いて、それが何回か繰り返すんですけど、洪水の場合はずっと泥水が流れっぱなしなんで、たくさんこう土砂が運ばれるっていうことで、多いですね、洪水の場合引かないってことですか、津波 and flooding is that 津波 will bring back the mud away, but when this flooding brings mud and the mud will just stay there。で、あのその泥を一面あたり一面泥が覆われるわけですけど、で道とかそういうところは機械でできるんですね。こういう庭とか遊園とかはですね、もう人手でやるしかないんで、で先日はあの40人、あの観光バス1台40人募集があったんですが、その時に22人が参加してました。So they tried to get around tier workers 40 and they prepared the bus for that. 22人よく集まったね。リーダー大変ね。報告書の作成とか。で、もちろん満員いっぱいの時もあるんですけれども、あの真冬が冬が来る前に、また土が乾いてカチカチになる前にその作業を終えないといけないということで、まあ、あのボランティアの、この、資料にもなんか周りの人に知らせてくださいみたいなこと書いてある。でもあのこういうボランティアあの片付けというのはほんの一部のお手伝いにしないんですけども、でもあのボランティアの人が現地に行くことで現地の人も、まあ、これからね、ちょっと励まされる。これいなかったらいいね、ぺっちゃんこになっちゃうね。考えただけだもん。まあ、今回あの参加させてもらって、まあ、本当に人間の弱さというか、ですけど、まあ、その中でこういう助け合いみたいなのがあるということを感じさせられました。So, joining this kind of work at this time, and I just learned how helpless we humanity can be, but still, as we gather and we can still work.あの九州の場合はアガペミッションがね行って、あなたと同じようなことやってるわけだな、でっかい、まあ、車で抜いてね、あっちは車持ったり何持ったりしてね、10人ぐらいで行くのかな、
ニューヨークのマップだって写真を撮って。前との比較がね、すごい。比較がね。それは。比較が、ニューヨークとその前のがあると思う。前の同じもの。あの、あれを一人ずつしてるのね、昔の記録というのも。すごいね。どこからか探してきたんですね。Google マップとか。そりゃすごいな。すごい。すごいよね、私どうやるんだ。津波って海にしかね、そういう危険はないのかと思ってたけど、そんなことはないんですね。どこでも送りますね。山津波ですよね。彼らが、それこれを予想できなかったのに向きないのね。私すごいびっくり。遠くは何もなさそうだけど。噴火がね、こっちは噴火がね。噴火が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 。噴火終わりですか、それともメッセージさんですか。あと、よしこさん。よしこさん、よしこさん、そうですか。一応、よしこさんメッセージ。ありがとうございます。Thank you so much。ちょっと英語で少し言ったら、何も英語で今言ったよしこさん言った。やってたもう、中国にある。もう、写真に圧倒されて。やってた。